お店でレジ袋をもらわないことを目的にしているのか、このプラスチックの袋を使わないことを目的にしているのかって考えたら、原点を考えるとこれって何の意味があるのって思ってしまうところがあるので。2022年4月6日参議院決算委員会で自民党の小野田君議員がレジ袋誘導化をボロカス批判しました。プラスチック規制についてお伺いします。今日先ほどあの議論にもありましたけど、このプラスチック4月からまたいろいろ規制が強化されるわけですけれども、このさまざま行ってきたプラスチックの規制に関するプラスチックの削減効果っていうのは出ているんでしょうか。で、私心配しているのが、国内で規制した結果輸入プラが増えたみたいなことはないのかなと心配してまして、例えば割り箸が悪者になった時も、あれ割り箸って間伐材を使ってその山をこう守っていくために出た間伐材をこ うまくリサイクルしてっていう非常にエコな試みだったんですけど、割り箸は悪だと言われ、一回その割り箸の中小企業業者も使われなくなりました。ほんでやっぱり必要だから中国からごっそり割り箸が輸入されるようになりましたっていう、なんだこれはという状況をもたらしてしまった。こんなことにまたプラスチックもなってほしくないなという思いで、まあ、今現在のプラの削減効果、そして輸入の状況はどうなっているのか、こちら教えてください。2020年7月に実施したレジ袋有料化の効果として、レジ袋の国内流通量が実施前年の2019年に約20万トンであったのに対し、2021年は約10万トンと半減する見込みである一方、ゴミ袋の国内流通量については横ばいとなる見込みであり、一定の削減効果はあるものと認識しております。レジ袋とゴミ袋それぞれについて、2019年から2021年の国内流通量の推移の内訳でございますが、レジ袋については国内生産量は横ばい、輸入量は約10万トンに半減する見込みでございます。ゴミ袋については国内生産量が微増する一方、輸入量は微減となる見込みでございまして、輸入量が増えているという実態はないというふうに認識をしております。小野田君さん。はい、安心いたしました。それは良かったと思うんですけれども、レジ袋有料化した効果、こんなにありますよというので、例えばレジ袋の使用枚数、ドラッグストアで33億枚が5億枚に、あら、84% も減少とか、先ほどご答弁いただきましたように、国内流通量が20万トンから10万トンに半減したと、ここの数字だけ見てたらですね、あら、素敵じゃないですかと思うんですけれども、ゴミ袋の市場で内需は先ほど言ったように横ばいなんですよ。で、生産量は増えてるんですね。輸入量は若干減ってるんですけど、国内出荷量とか微増で、削減効果ありましたと書かれてる資料と、ちょっとなんか合わないなというか、実際問題使われてる量、ほぼ変わってないと、ここはどう読み解くべきなのかなと思ってまして、私、部会などでも言ってたのが、レジ袋を削減っていうのはいいんですけども、結局、家でゴミ袋使いたいなってなったときに、今までスーパーでもらってたレジ袋なくなったから、ちょっと100均で買ってこようとか、ちょっとあのネットでポチろうとか、そういうその結局使ってるんじゃないかってなったら、その効果を調べるときに、お店でどれだけこう辞退しましたかとかって、あまり意味ないんじゃないかなと、ちょっと思っておりまして、この削減効果のところで出していただいている数字と、実際のゴミ袋の消費量に大きな乖離があるというところを、どのように捉えられていらっしゃるのか、もう一度ちょっとお聞かせいただきたいです。レジ袋をゴミ袋として使う人もいるということかと思います。そのためにレジ袋をもらわなくなると、代わりにゴミ袋を使うのではないかということが推定されます。ただし、私も若い頃レジ袋を使ったりしておりましたけれども、実際のレジ袋に入る量って少ないものですから、その市町村指定の大きな40リッターなら40リッターの袋にそういったレジ袋をいっぱい入れて、全体として一袋としてゴミ袋を使うというのが実態だと思いますので、実際のところそのレジ袋が使われなくなったとしても、ゴミ袋の需要というのは横ばいにならざるを得ないのかなと。ただ内需として、つまり使われている量としてはちょっとだけ減っているというのは確かでございますし、生産量と輸入量を比べていただきますと、圧倒的に輸入が多いものですから、輸入量が減る方に影響を与えて、国内での生産が逆にちょっと増えてしまったと。ただ使われている量自体は若干減っていると、そういう実態だと思います。あの輸入の心配はもうなくなったんで大丈夫なんですけど、あの要はそのこう削減効果こんなにありましたって結構答弁をいろんなところでされてらっしゃる割に、結局そのおっしゃったように、こう今までポコ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 貯めてそれを指定のゴミ袋に行って、まあ、まさに同じことを私もしてるわけですけど、そういうことをするという流れは変わってないわけで、結局必要とされてるからこの内需ちょっと減ったよって言ってるけど、本当にちょっとなので、そのプラグ袋の削減効果ありましたっていうこと自体が、私はちょっとこれ、うーんと疑問を抱かざるを得ないんで、何を目的にしているのか、
お店でレジ袋をもらわないことを目的にしているのか、このプラスチックの袋を使わないことを目的にしているのかって考えたら、やっぱ原点を考えると、これって何の意味があるのって思ってしまうところがあるので、このやっぱり効果を話すときにも全体で見た上で何が目的だったのか、そしてそれが本当に叶ってるのかって、決してレジ袋をレジで配らないことが目的だったはずではないはずなので、そこはよくよく見ていただいた上で現実に即したプラスチック その政策をやっていただきたいなというふうに思います。これで市民活動が余計不便になったとか万引きが増えたとか、いろんなそのクレームを超えてまでやるべきことだったのかなってこの結果見たら思っちゃうと思うので、もうちょっと検証をぜひお願いします。そしてもう一点、プラスチックのことに関して問題が起きたんです。実はこれプラスチックってもともと石油とかからできているので、燃やすときにカロリーになるんですよね。でゴミ焼却場でゴミを燃やすときにプラスチックゴミがあると、だから栄養に燃えるんですよ。熱をちゃんと出していけるんです。である、程度高熱でゴミを焼かないとダイオキシンの問題もあるので、その焼却炉としてはカロリー欲しいんですね。でプラスチックゴミが減ったことによってカロリーが減ってしまって、結局高熱出せなくなったから重油を買ってきて燃やしますってなったら、それまた本末転倒じゃないかなって思ってて、この辺に関して何かその現場からの声とか、どのように捉えられてらっしゃるのかお答えいただきたいです。焼却時の熱量低下の懸念については、そのプラスチックの分別収集が進んでも、基本的には現在広く普及している焼却炉では重油などによる助燃の追加は必要ないと考えています。ご指摘のような小規模なクリーンセンターにおける運営も含めてご不安を抱えておられる市町村に対しては、実情をよくお伺いした上で市町村と一緒に必要な対策の検証等を行ってまいりたいと思います。先ほどちょっと私手を挙げさせてもらったのは、プラスチックについてはもう少しおっしゃるとおり大きな枠組みで見ていかないといけないと思うんです。でそれは世界全体でこの海洋プラスチックも含めてプラスチックごみをどういうふうに少なくしていこうかと、でマイクロプラスチックになり、あるいはナノプラスチックになり、魚がそれを食べて、それを食べた人間が脳にまでそれが来て大丈夫かと、そういう中で、この間ケニアでもってこの新しい枠組みを作ろうということになった。で、そのレジ袋の有料化っていうことに関して、効果っていう点では、そういうことあるんですけど、ただその世界各国でプラスチック製袋の規制の状況を見てみましたら、有料化しているところが台湾、ベトナム、インドネシア、イスラエル、禁止しているのがバングラ、ブータン、中国、インドっていっぱいあるんですね。で、ヨーロッパでもこのベルギー、あるいはそのデンマーク、オランダもいっぱいもうすでに有料化していると。どっちかというと日本では遅れてたぐらいの話なんですけれども、やっぱり世界の中でどういうふうにこのプラスチックゴミをなくしていくかという中での話だと思うんです。でもっともっとおっしゃるように、この認識を我々高めないと、まだまだこのプラスチックってのは減ってないんで、その辺は効果とともに必要性の話があるかなと思いました。小野田君さん、はい、ありがとうございます。有料化してるのが遅かったっていうんですけど、目的は有料化することじゃなくて削減することなので、そこの効果が出てるかどうかっていうのが重要だっていうふうに話なので、ぜひよろしくお願いします。で、さっき言ったように大きいところはそんな影響ないっておっしゃったんですけども、私も小さい焼却炉を持ってるところにちょっと何個か話を聞いてみたら、今でも結構困るのに、これ以上減ったら、いやちょっと本当分別回収したプラスチックごみを焼却炉にぶち込むしかなくなるかもしれませんっていうようなお話をされる人もいるので、そこは小さいところのクリーンセンターの実情にもよく寄り添っていただいて、この燃料が高騰しているときに結局プラスチック燃やしてればそれで済んだ話なのに、重油買わなきゃいけないよなんてことがないように、しっかりと後押しをしていただきたいという実態に合わせてちゃんと対応していただきたいなと思います。本当迷惑でしかない政策だと思います。ただただ出費が増えるだけですから。だいたい半透明な指定ゴミ袋に生ゴミや生活感分かるようなもの直接入れないんで、結局ゴミ袋買うんだから意識が変わるも何もありませんね。あとマスゴミの SDGs ご利用しがマジでうざいです。反原発のくせに CO2 削減とか尻滅裂、グレタさんでも原発認めてるのに、それにも触れない SDGs とか無意味すぎます。